大分フォーラスは、かつて大分市中央町にあったオーパが運営するフォーラスブランドのファッション関連の専門店ビルである。2017年2月26日に閉店した。閉店後はビルを建て替え、2019年6月1日に大分オーパがオープンした。1993年10月29日にジャスコ大分店から業態転換して開店。 ホーラスとしては6番目の店舗であった。大分駅から北に伸びる目抜き通りの中央通り沿い、かつ中心部唯一の百貨店時わの斜め向かいで、さらに2面がセントポルタ中央町に面するという絶好の立地に一致していた。店舗は地下1階、地上8階建て。テナント数は55店舗。1から6階には GU をはじめとするファッション専門店が入居し、 7階には40万冊の本を扱う大型書店、純駆動書店。8階には同じ純駆動書店が運営するコミック、自動書専門書店の純駆コムがワンフロアを占めていた。この他、地下1階にはタワーレコードや ABC マートなども入居していた。2013年に大映画イオンの連結市会社になる前は九州内で、 現存最古のングループの店舗であった。9六時代の外観1964年に新産業都市の指定を受け、大分臨海工業地帯への企業進出で人口が急増した大分市では、1970年代に入ると長崎や日井、大英西友と中央資本の総合スーパーが建て続けに市街地に進出した。日井、 大栄都時期を同じくして1973年に出店した大分ジャスコ大分店もその一つであった。大分ジャスコは当地にあった地場スーパー、何でも屋を運営していた三和商事がジャスコに参加して設立された企業で大分店と同年に南大分店も出店した。しかし、ジャスコは三吉店、高城店と郊外への出店を進め、 市街地でのスーパーの需要が低下したことなどから、大分店は1993年2月20日に閉店。10月29日にホーラスとして開店した。なお、ジャスコ大分店等を運営していた大分ジャスコは、業態転換後の1994年2月に、九州ジャスコに営業場としている。2010年9月、建物の一部改装とともに、 屋上の東野広告等が新ロゴに更新された。2011年1月から3月にかけては、大分パルコ1月31日閉店に出店していた一部テナントの当店入居に伴い、テナントの大幅入れ替えが行われた。2015年4月16日には、大分駅にアミプラザを大分が開業。大分フォーラスからアミプラザを大分に移転する店舗もあった。 2016年3月1日にイオンリテールのビブレフォーラス事業部がオーパーへ統合されたことに伴い運営がオーパーへ移管された。同年3月から4月にかけて12ブランドを新規開店再配置する改装を行った。大分フォーラスは2017年2月26日に閉店した。これはビルが老朽化していたことや 耐震補強が必要とされていたことが原因であると、共に大分駅でのアミュプラザを大分開業によって激化する商船に向けて施設を更新して魅力を高めるためであり、閉店後にはビルを建て替え、2019年春にオーパーとしてオープンする計画である。改築後のビルは地上4階建てで生鮮食品店やレストラン等の食に特化した。 商業施設になる計画であると報じられている。ありがとうございます。